9月の豪雨による候補地の影響を調べようということで、調査は基本目視で行います。写真を撮ったりですね、そういった記録も取りながら調査を実施していきたいと思っています。遊んでくるのがいいよ。降りなさい。高さをきちっと決めた方がいいと思うんですよ、ね、この高さまで水が来たってことを、ね、なかなか、じゃあこの後こう後だ、ね、ちょっと雑多な歴をいろいろ含んであって角が取れてるやつもあるんで、うんうん、まあ、こっちの川で流れてきたやつだと思いますね、うんうんうん。お疲れ様でした、短時間ではございましたが、専門の先生に見ていただいてですね、非常に良かったと思います。まず1点目 の、うん、浸水の状況ですけれども、まあ、皆さんも一緒に歩いていただきましたから分かると思いますけれども、川がここでこう くの字にこう屈曲をしてるんですね。で、まあ、水の勢いでですね、まっすぐ行きたいと思いますので、そこの部分からですね、下流に向かって、まあ、100メートルかける、まあ、両岸に30メートルぐらいの低い土地の部分は多分ある程度水が覆ったんではないだろうか、まあ、その状況はですね、まあ、敷地の上に粒の小さい細流といいますけど、細流な土が堆積している状況と、それから木の枝とかですね、まあ、そういうものが引っかかっていたり堆積している状況を見ると、まあ、多分ここで示した赤い領域は、まあ、浅く水に浸ったと。それから2つ目の浸食のポイントですけれども、まあ、水がまっすぐこう来ようと思ってきましたので、少しこの当たる部分の岸がですね、削られた状況が確認できました。冠水をじゃあ要するにしたのかどうかって分かったんでしょうか。冠水っていうのは陸地だったところが雨の時に水で浸ったっていう浸水っていう感じですか。はい、ある程度の範囲は水が覆ったと思います。かなり大きな範囲で浸水、少なくとも浸水のあったかということを、まあ、認められたわけですけども、この結果を受けて町長どうご覧になりますか。まあ、正直河川からの部分、河川から候補地を乗ってしまうという可能性っていうのはもう誰が見てもすぐ分かりますよね。そういうところをわざわざ選んでやる必要はないんじゃないのかなっていうふうに思います。もう少しね、そういうことをやらなくても大丈夫の箇所っていうのがあるんではないのかなというふうに思います。少し水がかぶったから直ちに全部がダメという、まあ、短絡的な考え方ではなくて、もう少し詰めてですね、まあ、広い敷地の中で、まあ、どういう施設のレイアウトをしたら、まあ、適切かとか、どういう対策項を、まあ、どの程度講じたらどうなるのかと、まあ、その辺は詰めていかないといけないと思います。